はい、こんにちは、じゅんです。あ、ゆいです。カメラやってます。はい。前回の動画は、マリンちゃんのスライス直したいということでレッスンしたんですけど、何回かね打ってる間に、シャンクっぽいボールが出てたと思うんですけど、それもマリンちゃんのちょっと悩みだということで、どうしてシャンクが出てしまうかについてゆい先生ちょっといろいろアドバイスをお願いしたいと思います。お願いします。前はアウトサイドイン軌道を直すここから少し下ろしてこれを振ってインサイドアウトで振ろうと思ってたんです。シャンクが出るっていうことはここからボールに合わせに行き過ぎてシャンクだったんです。これでシャンク。要はインサイドアウト軌道ここからこうやって振ろうとしてる意識は合ってるんだけど少し遅れてる状態、振り遅れてる状態。結構みんなレッスン来るとよくあるのがこのボールに向かってペースを落としてるっていう人がすごい多くて、それしてると結構振り遅れがすごい多くなっちゃうので、あんまりボールを目標にペースを合わせにいかない。こういうふうにしてるの、ペースを合わせる。実際にはここからこの時にはもうペースがまっすぐに返ってないとボールってまっすぐに返ってない。イメージ的に言うと右足の前ぐらいでしっかり自分の腕を振るっていう。ここから右足の前でしっかり寄せて振り抜く感じで、今日ちょっとフルショットっていうよりかはハーフショットで打ってみようと思います。ここからこの前やったみたいに手首使わずにまっすぐ上げる。でハーフぐらいで一旦止めて右足の前で遅れるとシャンクっていう練習をちょっとやってみました。はい、わかりました。やってみます。もう少し短めに持ってもらってハワイショットぐらいこれは持ってるよりも早めに手を振って見ててます。うん。で、今の意識をフルショットでも持ってもらう。はい。フルショット。打ってみましょう一回ね。はい。じゃあ一旦閉めていいですか。はい、はい、ということでポイント、ゆい先生お願いします。ポイントはボールに向かってフェースを落としていくというよりかは、少し早めの位置で腕をしっかりしていくのがいいですね。やっぱりどうしてもボールに向かってフェースを落としていくと、フェース開いたまま当たっちゃうことが多いので、できるだけボールに合わせにいくんじゃなくて、しっかり右足の前で腕を振るイメージかな。マリンちゃんどうでしたか？今ゆい先生がおっしゃっていたように、今まで結構ボールに合わせて打ちに行く意識をしてたので、なんかすごくもっと早めに切り返すっていうことをしたら、いつもと違う軌道が出たりしたので、ちょっとそれを言ってやってみようと思います。なんか強い球がね出てたよね今ね。うん、すごいいいと思います。皆さんも右足の前で振っていく振るイメージ。思っているよりももっと早く。そう、右足の前で振るイメージだけど、実際にはそれがボールのに当たるときにしっかり自分が思っているよりも早めに全部行動に移さないと、スイング中は絶対考えてから行動に移すまでに時間がかかるんで、それやってる間にスイング終わっちゃうっていうことが多々あるので、できるだけちょっとこう早めに大げさにやってみたらかなと思います。ゆい先生、わかりやすくありがとうございます。ありがとうございます。ではではでは。